マウンテンバイクオリエンテーリングの様子マウンテンバイクオリエンテーリングはマウンテンバイクに乗車してオリエンテーリングをするスポーツ競技国際オリエンテーリング連盟が公式に推進しているオリエンテーリング4種目の一つバイク競技の体力持久力技術とともに MTB に乗車したまま高速で最良のルートを選ぶ厳しい判断力が求められる森林保護のため 通常はトラックを外れて山林に侵入することは禁止される。競技地域の山林に依存するが、通常は70から80%、またはそれ以上の割合で、ダブルトラック、林道、または舗装道を走行する。オリエンテーリング専用地図に準じた、的棒専用の地図を用いる。道を外れないため通常のオリエンテーリング地図にある、林の中の通行可能度表記は、 必要ない一方で、トラックの太さと走行可能度に応じた特別な道の表記がなされる。コース選びの戦術は、スキーオリエンテーリングと似ているが、林の中をショートカットしないことから時に、大変な迂回ルートとなったり、最良のルートが簡単に見出せないこともあり、まとぼ特有の競技的な面白さの一つとなっている。器具は、競技用の MTB を使用し、 ハンドルに取り付ける地図のホルダーを使用する。abmtb オリエンテリングインターナショナルオリエンテリングフェデレーション mtb オリエンテリングインターナショナルオリエンテリングフェデレーションページハットアイフ mtb オリエンテリングコンペティションルールズ17.4リストリクテッドアリアスルーツインターナショナルオリエンテリングフェデレーションページ。 ハット MTV オリエンテーリングインターナショナルオリエンテーリングフェデレーションエキップメントインターナショナルオリエンテーリングフェデレーションウェブページありがとうございます